60分一発勝負を行います。各挑戦者チーム、新日本プロレス210ポンド成瀬正幸、大ブーイングが降り注がれます。成瀬正幸290ポンド Lサムライ、新日本侍、ここに剣山 Lサムライ。ジュニアタッグチャンピオンチーム215ポンド菊池剛志、闘志燃えたぐる菊池剛志。200ポンド金丸義信、団体を超え2冠達成、金丸義信。今日が26歳の誕生日であります金丸義信。ノア対新日本ジュニア戦争第4章、その幕が今切って落とされようとしております。ノア防衛か、新日本タイトル奪還か、ベルトと団体のプライドと、そしてレスラーの意地をかけたジュニア戦争。ノアマット初の IWGP 戦、ジュニアタッグ選手権第9代の IWGP ジュニアタッグチャンピオン金丸菊池、挑戦者チーム IWGP といえば新日本、その本家新日本からベルト奪還をかけてきた成瀬サムライ、果たして先発はどちらでしょうか。ノアは菊池、新日本は成瀬。ジュニア戦争今開戦、場内を菊池コールが包みました。おっと、まずは成瀬が構えからキックを打っていこうというところですが、これに菊池も応えていきます。キックを打つ成瀬。成瀬は空手出身、そしてリングスで育ちました。キックパンチ関節技というのを得意にしています。桃田さん、ここに今、はい、菊池選手が何か付き合うような動きも見せましたね。そうですね、最近菊池選手はですね、青柳館長にですね、かなり空手の基本からみっちり今鍛えてもらってる最中ですからね。そうですか、キックに関してはかなり自信をつけてきつつあると思いますよ。なるほど、確かにすでにはレガースをつけています。成瀬がキックで来ようというところ、自信を持って応戦しようという構えを見せました菊池剛志。 8.29、 ここ日本武道館で行われました新日本プロレスで第8代の IWGP ジュニアタッグチャンピオンライガー田中組を破った金丸菊池、最後はこの菊池が火の玉ボムで重心サンダーライガーからスリーカウントを奪いました。あれから25日、菊池に聞きますとチャンピオンとしての実感を待つ間もなくタイトルマッチですから、あまりまだ実感はありませんと話していました。桃田さん、ここまで今までの対抗戦に比べますと静かな立ち上がりと言っていいですね。そうですね、菊池金丸チームもですね、ある程度新郎の選手と数は少ないですけどね、対戦してますんで、はい、場の雰囲気に慣れたんで、要するにその様子見というよりも自分たちのペースを早く持ち込むレスリングスタイルになってると思うんですよね。そうですか、で、基本的には菊池選手の場合には当然、もちろん今空手の練習はしてると言っても、寝技の方が彼には有利だろうし、はい、ナルト選手にすればやっぱり土台にしてるね、はい、空手、それを優位に使った方がいいかなという気はしますけどね。なるほど、今のところヘッドロックでナルト選手が抑えてますけども、そうですね、この形をずっと持っていくと逆にこの菊池選手にもチャンスが出てくるんじゃないかなという気はしますね。なるほど、成瀬正幸は空手でまずは体を鍛えました。そして91年4月リングスの第1回新人テストに合格して入団、その後リングスを退団してフリーを経て2002年の1月21日新日本プロレスに入団を果たしました。あー、カットに入った金丸、そこに侍が突っかけます。パートナー同士激しく火花を散らしました。リングス時代には97年中量級トーナメントに優勝、そしてフリーの時代に田中実を破って第40代の IWGP ジュニアシングルのベルトを取ったこともあります。あー、ロープブレイクしない、この成瀬に対して大ブーイングです。また金丸をキック、カットに入りますが侍がそこに突っかけます。おーっと、花道、金丸と侍、花道、さあ DDT 脳天直撃であります。そして、あー、菊池を捕まえた、成瀬が、菊池がこれを捉える、侍にエルボー、成瀬にエルボー、菊池が一つ技を繰り出すとこの大声援です。
さあ金丸が起き上がる。ああここは同士打ち、歓声が悲鳴に変わります。菊池にそして成瀬がキックの雨あられ、ローリングソバット、かかと落としを捉えた、捉えた、そしてエルボー、これをかわした、おーっと三角締めに入る、三角締めに入る。森田さんどうですか。いやここからちょっと見づらいんですけど、リング中央です。菊池からロープが遠くなっています。武道館は大きな菊池コール、ノアの声援が菊池を後押しします。三角締めに入った、正面から見るとかなりいい形で入ってますね。あそうですか。あここは金丸がすかさずカットに帰ります。あしかしエルサムライが捉えてまた場外へ。この辺りああそして腕ひしぎ逆十字に移行している、金丸すかさずカットします。そこに突っかけるサムライ、バックに回った金丸、取り返したサムライ、そしてリバースリディティ、4人が入り乱れます。試合の権利ももうありません。対抗戦、ジュニア戦争、団体のプライド、看板、意地をかけた戦い。さあロングブレイク、ようやく話しました。菊池に聞きますとベルトを守るという意識よりも団体の看板を損ないたくない、そういう意識が強いんだということを話していました。まあ、それの方が強いかもしれませんね。なおこの試合をさばいていますのは白黒ゼブラのレフリーシャツ、新日本プロレスの海野博之レフリーです。そしてこの試合ルールは新日本プロレスオフィシャルルールで行われます。グリーンのマットの上、1試合限りの新日本治外保険、しかしチャンピオンはノアチーム、そして大声援もノアを後押ししています。日本武道館の第6試合 IWGP ジュニアタック選手権試合です。あかなり膝が入ってますね。ロープブレイクです。ここでレフリーが引き離します。いやその前の清潔好きもかなり効いてますしね。回し蹴りが入ります。いやこの回し蹴りも要するにコーナーですからね、もう逃げ道が要するに菊池選手はありませんので。なるほど、まさに菊池出しですね。顔面に聞こえていく、菊池を蹴るというところ、しかし顔面に蹴り今顎に入ってますよ。そうですね、ローリングスバット、菊池の目は死んでいない。エンドを返す、返していく、しかし足元は少しふらついているか菊池、ロープに得は力ありません。ルここで倒しました。試合の権利はまだお互い映らない。初めてタッチをかわす、金丸が入ってきます。今日が26歳の誕生日、金丸由伸、ドッキック、打点が高い、侍に入るぞ、場内にアピールです。第5代の GHC シングルのジュニアチャンピオン、スクールボールにあったカウント入る、武道館の大声援がカウントを共に昇和します。しかしカウントは2、新日本プロレス運のレフリーに食ってかかった金丸、ボディスラム終わりだと宣言してムーンサルトはかわした、成瀬かわした、あーっとスピアー入りました。そしてこのアピールにはブーイングです。サムライとタッチをかわしました。それぞれ初めて試合の権利をここで手にした金丸、そしてサムライ、チョップ一発場外へ。さあサムライが成瀬を呼んだぞ、どうする、成瀬が勢いをつけて飛びついて、モータさん、今のはかなり厳しく入りましたね。いや、いい角度で入ってましたね。まさに一直線、金丸の胸元に突き刺さっていきました、エルサムライ。新日本プロレスに入団して17年、このキャリアの中で数々のジュニアのタイトルを手にしてきました。かつて第6代の IWGP ジュニアタッグとして、今、金丸菊池が持っているベルトを手にしていたサムライ。ここはセコンド陣も激しくやり合っています。中心サンダーライガーが吠える、ノア陣営は、あ丸藤の姿もあります。丸藤、青柳、あるいは小太郎といったあたり、対する新日本はセコンドには田中、そしてライガー、そして放送席の左横、自ら椅子を持参しました邪道下道のコンビがドカッと座ってこの試合を見ています。さあダブルの攻撃場外です。金丸を捕まえました。金丸に今手を叩いて叱咤激励は丸藤直道。思えばこのジュニア対抗戦、口火を切ったのは 1.20 後楽園ホール、ノアのジュニアは最高です、そうマイクアピールをした丸藤直道でした。その丸藤は現在長期欠場中、そのためにもノアのジュニアが最高であることを証明するため勝ち続けなければいけません。金丸由伸、あっと新日本のレフリーと激しくやり合っています。エルサムライ顔を踏みつけていく。まあ新日本の選手とすればですね、もう要するに何振り構わず
要するにもうタイトルを奪還に来ているという感じが見えますよね、はい、まあ、気持ち的には分かりますけどね、それだけヒートアップしています。侍は言いました、ベルトがここにあるのは異常事態、一刻でも一日でも一秒でも早く新日本に持って帰る、そう試合前侍を話しました。ラリアットエル侍、新日本ジュニアを陰で支え続けてきた男、さあ一発あった、なだれ式で何を見せるか、ニュートラルコーナートップ、なだれ式のフランケンシュタイナーバットをかぶり、金丸がこらえました、頭を使ったという、あーディープインパクト、飛びつき DDT、 さすがの強さが伝わります。モアさんの表情が一気にほころんだ日本武道館、すでに上半身は赤く止まっています菊池、場内大菊池コール、エルボーっていく、ここ日本武道館で IWGP ジュニアタッグを取りました菊池、エルボーくるっと1回転距離を取ってもう一度、あ、サムライここは迎撃です。17年目のサムライ、15年目の菊池、スイング DDT 返した、これを返した、技を読み合う、初対決の両者、エンドサムライを倒した。菊池選手はやはり先ほどのダメージかなり、ね、残ってますね、かなりね、試合開始序盤ナルセのキックあるいはパンチでかなりダメージを負いました菊池剛、金丸はここまでは元気です。侍を捉えた第5代 GHC ジュニアチャンピオン金丸義信、さあニュートラルコーナーに侍の足を固定して距離を取ったぞ、対角線、さあ成瀬が入ってくるか、突き刺した、顔面へのドロップキック、まさに落ちていくドロップキック、菊池の方をちらっと見ます。試合時間10分、もう10分経ちました。いや早い感じますね、これ、あまりにもあの激しいというかね、お互いの攻防が激しいんで、お場外へ予中、後ろから見舞っていきました。この辺りは2人で組んで4度目の対抗戦、徐々にコンビネーション待ってまいりました。金丸菊池組対する侍成瀬は組むことは何度かありましたが、対抗戦への出陣は共に初めてです。第19代30代2度 IWGP ジュニアを取った侍、一方成瀬は40代の IWGP ジュニアチャンピオン、現 GHC チャンピオン対元 IWGP ジュニアチャンピオンの対戦です。ジュニアタッグのベルト、新日本の至宝 IWGP、 25日前にこの菊池が火の玉ボムで奪いました。ノアジュニア奪還に燃える新日本、キックで迎撃です。侍一度張り合い、エルボーで返す、エルボーにはエルボーで返す、エルボーで返す、ロープの反動を使う、エルボーで倒した場内は1万6000人超満員の日本武道館、さあブレンバスター、侍こらえた、バックに回った、そしてリバースDDT、ここも冷静ですね、エル侍、そしてチキンウィンガーブロック、ここぞという時に出します、チキンウィンガーブロック、いやこれは入ってますよね、そして左足で首を捉えている、腕折り侍出た、室田さんこれ厳しいですね、厳しいですねこれ、選手のちょっと逃げようがない状況にあると思います。そうですか、はい、あ、ここは金丸が間に合います。1万6000人がノアを後押しします。リング上は2対2、しかし場内は2対1万6000、これ今あの金丸選手が間に合わなければ危ない状況でしたよね。そうですか、お中に舞いました、そして金丸とタッチです、ロープに飛ばす、ナルセ振り返して、おーっとくるっと反転しました、そしてキックセカンドロップから、あーこれはよく見ている、しかし金丸も着地している、かわしてバックに回って急所攻撃、あーっと足を捉えた、足を捉えた、そしてそのままキャッチドーカバーに入る、ナルセは、これはナルセ選手、金丸選手の動きかなり研究してきてますね。そうですね、ここまで3度の対抗戦、こちらの流れを切る動きを働きをしてきた急所攻撃、完全に見切っていましたね、見切ってましたね今のね、そして得意のキャプチュードを見舞っていきました、バックに回った、金丸エルボー正面からかわした、バックに回って、ジャーマン投げ捨て、脳天から垂直落下、そしてエンジン走り来ている、そしてくるっと1回でいったら逆水平、成瀬正幸のフィニッシュホールドはローリングウラケン、クレイジーサイクロンであります、ここはウラケンではなくて胸元への逆水平できました成瀬、さ
さあ場外に侍と菊池、リング上は金丸と成瀬、試合の流れが加速してきます。エルボカスバックに回る、ここは決まった、急所攻撃、そしてスイートバッカー、一度目の対抗戦、これで井上渡からスリーカウントを聞きました金丸義信。これでは決めない、まだ決めない。さあ赤コーナー前、赤コーナーは王者のコーナー、 IWGP ジュニアタッグチャンピオン中にはムーンサルトプレス、サムライカット、サムライカット、新日本侍ここでは負けられない。しかしなおも菊池が侍をカットしていきます。さあ金丸は一気に行きたい、赤コーナーのトップに金丸、ああ飛びついた DDT、 トップから行った、成瀬は動きが止まりました、片エビがダメ、ここも二手返し、二手返し、一気に行く金丸、一気に行く金丸、リングの真ん中、スイートブラッカー、決めない、決めない、まだ決めない、まだ決めない、もう一度本家新日本からのタイトル奪還を阻止、ノアのマットでノアのチャンピオンが新日本のタイトルを防衛しました。14分33秒、最後はスイートブラックブレインバスター連発。あーそしてリングサイドで試合を見ていた佐藤家とリングに上がります。いやーよく頑張りましたね、だけど、まあ、あの金丸選手のね、最後のやっぱり意地ですかね、やっぱりジュニアのシングルチャンピオンといっての、おっと次は私だ、お前ら、おい次は佐藤家だぜ、分かってるか、お前ら次は俺たちに挑戦させろ、お前ら、はぁ受けるよ、お前ら、てめえらクソのノアロディがきっちり決めつけちゃうな。ここで佐藤家とティーム2000、次なる挑戦者に名乗りを上げました。いや桃田さん、はい、当然なんですがベルトを持っている以上、新日本対ノアのこのジュニア戦争終わりがないわけですよね。そうですね、もうどこまで行くのかわからないくらい続く可能性がありますね。そうですね、